4期生の小島彩香です。同じく4期生の鈴木より穂サベーラです。同じく4期生の友田しずくです。私が成長したなって思うところは挨拶です。自分から相手に届く声で言うことが大切です。入る前よりも声量が大きくなったなと思っていて、なんか基礎だったりとか、なんか自分にはなかったものがいろいろ入ってきて、なんかダンスも歌も成長したんじゃないかなって思ってます。初めてやることがすごく多くて、もうフラメンコとか日舞とかいろいろ今までやったことないことで何もわからない状態だったんですけど、レッスンを受けてできるようになってすごくそれが嬉しいです。やっぱり歌とか、さっきも言ったんですけど、歌とか演技とかで声はただ出すんじゃなくて強弱をつけるのが大事っていうことを学びました。違うものが得意で、その一人ずつ見てたらなんかみんな個性的で、力抜くとか入れるとかが得意な人もいたり、歌では高音とか高音低音が出る人で違ったりしていて、そういうのを見ていると自分ができないことが先輩たちができていて、自分もいつかこうなれたらいいなって思っていろいろ学ばせていただいています。私も歌もダンスも学ばせてもらってるんですけど、一番学ばせてもらってるのは目線と表情がすごく輝いてる先輩たちがいて、それを見ながら私も鏡で練習しています。ミモザーヌのメンバーがみんなミモザーヌのことを大好きなところが魅力です。私はやっぱりいろんなジャンル学べるっていうのもそうですし、他のグループにはない良さがあってすごく楽しいので、そこが魅力かなって思ってます。私もミモザンヌでしかできない体験などができてとても楽しいですし、先輩たちも私たちもなんかすごくなんか楽しく明るく仲良くやってるので、ミモザンヌ大好きです。私は1回オーディションを受けて、ダメだった人も1年前の自分とは違うからもう1回チャレンジしてみようっていう人に入っていただきたいです。私は歌やダンスもそうですけど、舞台に立つことが好きだなっていう人に入ってもらいたいです。私は2人と同じなんですけど、歌もダンスも大好きだけど自分的には苦手だなっていう人でもいいので、もうぜひぜひミモザーヌに入ってきてもらっていろんなことを挑戦してもらいたいなと思います。